何も出ないのは制服の撮影メイキングです。はい、はい、いや制服俺が一番になってるっしょ。いや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 どうぞ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 。でも結構集めたらな。ここにサックってついてる。え？どこ？どこ？バロタ。あ、本当だ。失礼した。ちょっと少しだけ引こうか。鏡いや、かっこいい。大丈夫？かっこいい。はい、次。あ、俺か。かっこいい。悪くなったね、お前ね。かっこいい人いるなと思ったら俺だったらびっくりした。あっぶね。あっぶね。学生時代、ずっと部活やってたんで、辛い思い出しかないんですけど、高校の時、俺帰宅部だったんですよ。高校の時は遊びました。友達とよく遊んだなっていう。近くにそのライブステージみたいなあったんで、なんかよくリリーベとかをしてるアーティストさんの無料ライブ、観覧無料ライブを見たりしてました。ちなみに誰なの？ T-Girls さんとか、なんかよく来たりするんですよ。あと K-POP アイドルとか。学生時代の自分に今だから言ってあげたい一言。今だから言ってあげたい一言。いやそれがびっくりすると、小中すんげえ陽キャだった。ここ行ってみ、クソ陰キャになるから。今はチェキラ何そうですね、性格とか。まあはっきり言えば高校デビュー高校デビュー組で、中学とか本当に陰キャ、あんま友達いなくて、で高校からすごいなんか軽音部とかバスケとか陸上とかをやってて、そこから友達がすごい増えました。学生時代の自分に言ってあげた一言。ハウは今でも学生だよ。イエイ一緒に高校の勉強しようね。行きますよ。じゃあいいよ、かっこいいよ。いいよ、いやあげるしかないんでね。あげにあげます。そう、色合いです。ねえ、何の撮り方してんの？全体撮ってしてんの？撮っていこう。いいよ、すごい。でもいい。なんかね、大人の魅力を感じる。カウも最近大人になってきたね。あ、いいね。ふざけんなよ。なんで？うるせえよ、これ。はい、すいませんでした。はい。どんな学生だった？僕は、たくさん勉強していましたね。おお、得意な学科。英語です。最後が中学生ですかね。怒んないタイプじゃないですか。けどなんか本当にプッツンになるとちょっと爆発するっぽくて階段で喧嘩したんですよ、友達と。で本当に落とそうとしちゃって。え、それだけ表情どうしてる？表情は笑ってないですよ。そりゃ。学生が自分に一言言ってあげるとしたら。間違ってない。勝ったと思うので、なんかそう信じたものをやり通しなよっていう感じですね。歌にしろ、勉強にしろ、進路にしろ、振り回されないで自分で全部決めてやってきたのが、なんか今となっては後悔してないので、それで良かったなって思いますね。陰キャだった？学生時代ですか？学生時代はヤンキーの友達が多い感じ。僕は全然ヤンキーじゃなかったです。僕は落ち着いてるけど、向こうから寄ってきちゃうタイプ。得意なのは歴史。苦手なのは英語。思い出か。なんだろうな。あ、中学生の時にその自転車に二人乗りでこう登校してて、運転手が俺にはいた。前に男いて、俺後ろ乗るっていう運転手がいます。一言、今言えること、ちゃんと勉強しなって今思います。特に英語。教えてやるよ、俺が。頼む頼む。どんな学生だった？とにかく遊ぶことに一生懸命でした。え、どんな遊びしてたの？なんか部活終わりとか部活のない時とかはもうみんなでなんかカラオケに行ったりだとか、その学校の周りでなんかいろんな遊びしてたり
部活って何？部活は一応なんかダンス同好会に入ってたんですけど、なんかそこでダンスちょっと楽しいなみたいななったきっかけでもありますね。思い出といったら、あ、でも昼休みにみんなでお弁当を食べてたんですけど、いつも十何人ぐらいで食べてたんですよ、僕たち。みんなとご飯を食べてたのがなんか青春だったなって振り返ると思います。学生時代の自分に一言言うとしたら、勉強って本当大事だなって今になって大人になって思うんで、いや、もっと勉強しといたらよかったなって思います。毎度毎度シールがついている。どこ？あ、ほんまや。僕はこう見えて結構スポーツバカでした。野球をしてました。え、ボールだったとか。はい。え、いつまで？高校1年生ぐらい。え、ボール時代はモテた？いや、全くモテることもない。その頃はもう本気でプロ野球をやろうと思ってちょっと頑張ってました。僕もうずっと巨人ファンです。ジャイアンツを応援して今も応援してます。で、僕高校2年生から転校してて、その時からダンスとかなんかそっち系の専門に行っちゃったんで、ほぼほぼ勉強せず、なんか音楽とかそっちのずっと授業を受けました。学生時代の一番の思い出は、学園祭みたいので自分の振り付けして構成してるダンスナンバーを自分が作るっていうのはすごい思い出でした。あ、自分で決めたことをちゃんと実行しろよ。自分で決めたことをちゃんと貫くってことが大事だ。これ撮ってます？撮ってる。学生時代ですか。いや、もうその誇れるようなことは何一つなくて、もうしょうもない学生時代を過ごしてました。ゲームばっかやったり、カードゲームやったり、友達と遊びに手はゲームやったりの繰り返しだったし、宿題なんてやる気なんてそもそもなかったですし、ダンスとかも踊ってたりもしてたんで、二足のわらじを履けずにそのダンスだけに集中して学生時代は過ごしておりました。好きだった科目は、保健体育です。ありがとうございます。保健体育だけは本当に赤点は取ったことなかったですし、保健体育ってやっぱ全てだと思うんですね、学生生活の。苦手は勉強系全般ですね。特に英語なんてもう全くもって分かんなかったです。もう本当になんで日本人なのに英語やんなきゃいけないんだろうみたいな。一番の思い出、その修学旅行が自分一番思い出に残ってますね。見るもの全てが初めてっていう感じがするんですよ。なんかその土地ならではのなんか風景って言いますか、なんかそういう新鮮さが僕とても好きで、あと空気とかも全然違いますし。どこ行ったの？わかんないです。忘れました。学生時代の自分に今だから言ってあげる一言。保健体育だけは絶対ちゃんと学んで、もう自由に自由に生きてほしい。ただ保健体育だけは本当にお願いします。本当にお願い。第4期の、第5期に入る時代が出れるのかの中にまでしようか。そんな長いの？いけ！俺が、いけっていうか攻撃してカメラ。何でもいいから。いけ！はい。なんでこれ、まばたきあんまりしないでね。はい。カメラね。カメラ。仲良さそうに。うん、ねえ、やめてやるな、キモい動き。いや、言うや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 。18時頃、はい、おオリコンのランキングが出ました。おー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 、ついにデイリーランキングが、デイリーランキングが出ました。じゃあ皆さん発表しちゃっていいですか。はい、はい、お願いします。ブザービーター、体が一緒だよ、体も動きたいよね。で、7位でした。体の表現すげーよ。ラッキーさんだ。
もういいですよ、もういいですよ。ブザーの7位がね、おお、無事トップ10入りしました。はい、すげー、ありがとうございます。ありがとうございます。響いても消えない、消せない思いが詰まってる。生麦生卵生卵生麦生卵生卵カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。